なんだよ。いいよ。何？いや、入るんですよ。いや、普通に。おいおいおい、見ないでよ。何？え、何これ？何？かぶってるの？何か。かぶったね。お前がかぶるし。お前で。気持ち悪いじゃん。俺風呂入るから。俺も、何？お前風呂入ろう。俺先やったよ。俺先やったよ。先やった？やったじゃない。先入ってきたやん、俺が。ここいいでしょ。うん。で、どう見てもお前がその中に入ってきたやん。俺はお風呂一枚予約したもん。聞いてんねん、そんな。いや、そんな関係ないから。入った順だから、確か。ゆうき、もういい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 、もうどう考えても俺準備してたよ、ずっと。もう分かったでしょ、俺結構あ服着て、あどこあるかな、あの服打つ探してさ、どう考えても俺が入る流れでしょ、それ。今、例えばバーイベント中なんだけど、3日間、うん、3日間なんで一緒にこいつ入んなきゃいけない？あ、そうなの？そう。最終日なんで今日も入んの？なんだ？あ、そうだった。そう、でも、まあ俺はここに座ってここ体洗ったりしてんだけど、こいつずっと湯船の中に突っ立って、だから頭洗ったりとかしてこいつは頭洗ってる途中で俺シャワー取んのよ。なんか俺さ、今切れてたけど、その2日間悪かった俺だからね。初め入ってたこいつが。そう、俺がこう入ったの。俺がもう普通入ってんのに入ってきたから。今切れただけでこうやって。で、こいつが髪の毛拭くたびにもう一回俺髪の毛濡らすの。だから、あ、そうなんだ。これ切れる気がないんだよね。でも今日もやるからね。え、今日もやるよ。やだんだもん、だって水、水、朝が一番やばいって。もう心臓止まるからね、朝やばいよ、それ。おーい、入ってくんだよ。もう寒い。これに関しては何？寒い。これに関しては何なの？寒い、寒い、寒い。早く早く。寒い、寒い、寒い。3人はきついって。おかしいだろ。シャワーの順番待ち長すぎる。やばいでしょ。何？酔っ払ったらしいじゃん。珍しいね、君。酔っ払ってんのな。エネルギーを補給しただけや。あーあー、すごいすごいすごい。何してんのこれ。ねえ。ビール8とレモンサワー4。レモンサワー4。12。ああ。酔ってる風にしか見えませんよ。またイカれてんな、マジで。こうやって、ね、うん、するかも。あ、するかもね。調べよう。
知らんのかな。調べて。てて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 鉄板の上で歩きます。多すぎん。毎日深夜1時でこれやってるからさ。いや見たことねえ、見たことねえ。てててててててなんて熱々の鉄板の上歩いています。出てこないな。めちゃめちゃなんでな。出てこないな。あの、今、京平の母ちゃんみたいな俺吐ける。なんでだよ。お前ざっけんなお前。ブスじゃねえよあれ。人が。お前なんだよ。俺も。お前酔ってねえだろ。吐ける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 。なんで吐けんだよお前。てか人の母親はあんまり実のじゃないから。そう寝起きでね、寝起きすぎて、うん、もうお前の母ちゃんの顔見ると、うん、吐ける。関係ねえ、うん、寝起きと吐ける関係ねえ。吐けるわ。もう何、いや、やっぱ酔ってるよ。なかなか気にする顔ない。お父さんお母さん見てますか。ブサイクですね。絶対見せねえ。絶対見せねえこの動画。何笑ってんだお前。あー俺は見たことある。これですよ。なんだっけ、なんかこれ車高ですよ。俺免許ないけど仮免まで持っとって、その時の写真。すぐ開ける、やばい。だってもう酒の匂いしかしない。いやくせえもんこの部屋マジで。お前らマジくせえよ今。てっ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 て鉄板の上で歩いています。大きすぎ。面白い面白い面白い。いや面白いよ、面白いよ。お前とやったっておもろかったんだ。面白いよ。吐きそう。おっしゃ、吐きそう。本当に無理だ。だよね。今のま今のままね、やばい回してた。吐く回してたもんね、普通に。吐きそうって。そう。本当に無理だ。吐く回してた今、普通に。やば。本当に無理な方よ。あんまないぜ、俺。ないない、見たことないよ。メンバーとの飲みでもここまでなることあんまりないけど、実際。無理。だって俺もう、帰り道覚えてない。でも何でか知んないけど、教員トイレットペーパー買ってこいって脅されてたから。うん、買ってきた、買ってきた。ああ素晴らしい素晴らしい、よく買ってきた。めっちゃ酔ってるやん。でも教員怖いね俺。てか脅すとかおかしいじゃん、脅してないし俺。実際マジ教員が一番怖いじゃん。でもやったことねえよ怖いこと。だからあんな電話でさっき教員怒鳴ってたんだ。怒鳴ってねえよ、やめてくんですよね。マイナスマイナスの発言すんの怖え。まあまあまあ、でもやっぱ素を出さなきゃ、サブって。えだから俺素じゃん。つは怖いじゃん、本当は。怖くないじゃん。だって今だってすげえ腹出してなんか遊んでるよ。遊んでねえ。めっちゃ腹出してさっきからずっとそれやってるやん。腹の怖いわ。怖いよ。これはもう、しらくの俺が言うから間違いないよ。じゃあちょっと、お平さんのバーバリ来て遊ぼっか。やめろお前、マジでぶっ飛ばすよ。マジぶっ飛ばすよ。怖い怖い怖い。ああ。違う、それは誰でもそうじゃん。大事なね、前がさ、ファッションのさ、何、恭平の服でファッションショーあったじゃん。あったね。あの後怖かった。あれマジ切れてたじゃん、あの動画終わった後。いや別に切れてないですよ、そんな。切れてたよ終わった後。切れてねえやんお前、やめてくれ。そういうこと言うのマジで切れてねえやん俺相手。うん、いや面白かったねっつって。俺と恭平仲悪い説って言ってるじゃん。俺ら3人っていうか、俺らと恭平仲悪い説って言ってるじゃん。まあ出てるよね。実際どうなの。めっちゃ仲いいと思ってるよ俺は。気持ち悪い。なんで気持ち悪いんだよ。なんできついんだよ。いいだろ別に、仲いいじゃん実際。吐ける、吐けるってなんだよ。いや俺も別に好きじゃないでしょ別に。いや好きだよ。仕事上でしょそれ。いやだから普通に友達として好きだよ。だって休みの時プライベートで呼ばれたことないわ遊びに。ああだって俺一人がいい。それは俺はいろいろ呼んでるよ恭平のこと。ああ休みの時、うん、一緒に遊んでるじゃん。うん、じゃあ恭平から誘われたことは一回もないよ。だって俺遊ぶ、そもそも俺そもそも俺遊ばないから。そう、呼ぶこともないじゃん。遊ばないもんね、これ。遊び行く今度。なんでだよ。どっちだよ、お前。行くだろ、遊びに、俺と。なんでだよ。なんか悪いの。悪くねえだろ。おかしいだろ。もう、やばいぜ、マジで。今しか言ってないよ、今。果てしないよ、この嘘。これ、本当に無理だ、ごめん。バイバイ。これ以上無理。マジらしい。本当らしい。